さ、ここさ、ここいいから7もあるぐらい。えぐい。ちょっとやばい顔しますこれ。あ、やばい、マジでやばい、ほんまにやばい。やばいやばい。東京、敵坂制覇。すみません。まさかと高山選手ください。僕はですね、バスケして競技やってまして、そんな僕がですね、今日はですね、こっちでご覧ください。東京、行きました。わざわざ、普段は大阪に住んでるんですけど、そんなですね、なにわの労働ヤクザが東京に来てしまったと。肩書きやますということなんですよ。で、そんなですね、僕がですね、自ら調べまして、まあ、大阪にもいろいろね、きつい坂いろいろあります。大阪には日本一の激坂もあります。暗がりと。で、そんな僕がですね、今日東京に来るということで、東京都内で最も激坂どこなんやっていろいろ調べました。ということで今日はそんな東京都内での激坂トップ5をですね、まあ、これまさしかです。なんか諸説ありました。なんかいろいろ文献とかね、なんかいろいろ出てきて、なんかこっちの方がすごいんじゃないか。でもここは階段やからもっとすごいよみたいな。ロードバイクで行ける最もきつい坂トップ5、都内で全部攻略したいと思います今日は。でですね、早速今日はこの東京駅からまず第5位タイです。これは鉄砲坂というですね、風の音うるさいね。鉄砲坂っていうね、最大斜度 23% です。基本的に坂っていうのはパーセントで表すんですけど、約 10% 超えると激坂って言われてて、 10% で、ほとんどの人がもうママチャリには登れないレベルです。もう、倍以上がもう5位です。第5位でもう最大斜度 23% の坂が、まあ、東京にあるってことなんで、まあ、とりあえずね、僕はですね、早速その鉄砲坂に行きたいと思います。そこに自転車愛はあるんか。おさあさあ、東京駅から大体ですね6キロぐらい超えてきました。この辺にね、そのね、最大斜度 23% を誇るね、鉄砲坂っていうのがあるらしいですけどね、走った感じはもう平坦やから、ずっと大都会やし。せやな。うん。これ辺ちゃうかな。うわ、ぽいのあるぞ。うわ、これか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 。お、すごいぞこれ。え、これ、これすごいぞ、結構。これや。これや。伝わってますこれ。結構やばい。この感動、大都会に急に。え、でしかもあれやな、カーブのまだ先ある、上がってるねん、さらにこう。せやんな。こすごい、鉄砲坂来ました。わざわざ東京に来てこの激坂に登らされてる。ここえぐいて、ここえぐいわ。ここえぐいわ、確かに。これで登頂成功でいいですか。いいんちゃいいんちゃ。鉄砲坂攻略しました。一瞬あれやね、やっぱ短いね。せやな、 100m ないぐらいかな、ここ多分トレーニングにはちょうどいいっていう感じで、この辺に近くに住んでる人に関してはここを何発かもがけば一日の練習はそれで終われるかなっていう感じ。はい、ということでね、まあ結論から言いますと、まあ、鉄砲坂で、カスでした。シャドウは確かにきつい、きついねんけどね、距離全然ないから一発踏めば登れるだけやなみたいな感じで、まあただママチャリ登るのはねもう不可能やと思います。せやな、ひっくり返るな多分。うん、不可能ですけど、まあそのやっぱりね、大阪でね何回もね、暗がり峠っていうね日本一の激坂行ってますんで、そこに比べたらやっぱ距離が短い分ね、カスでした。で次がカスでしたって、ここの地域をあれよ、カスって言ってるわけちゃうね。シャドウ距離で計算したときにロードバイカーからの視点で見たらカスの坂ってことで。で次がですね5位タイです。ここも
最大斜度 23%。 列車坂っていうところがですね、あの中目黒駅の近くにあるってところなんで、まあ、とりあえずね、ここからまあ約8キロぐらいですけど、そこに行ってまいります。はい、ね、別所坂に向かっておるんですけれども、まあ本当にね、鉄砲坂がね、あのかすれたんで、次こそちょっとね、えぐいパンチのある登りで期待しちゃいますよね。こっちとしては東京どんなもんやねんっていう話なんですよ。ということで、ついにですね、第5位タイ別所坂に着きました。多分この先にね、坂があるっぽいんですけど、まあこの先にっていうか、もうこの時点でちょっと登ってるんですけどね。最大斜度 23%、 一緒です。第5位タイです。あ、これありますね。これ見てください。これ映して、どこ映してる。いや、これここです。ここです。別所坂ここです。でここから上がると、この見た感じでここからだけではまだちょっと 23% かどうかわからない。ここだけで見たらまだ 10% あるかなぐらい。情報によると山頂の方には階段がある。ほな自転車無理やんって話だけど、なんか階段と自転車が行けるようのなんかこうちょっとしたスロープで、スロープは最大斜度 36% らしい。あね、別として数えんねん。でただスロープが自転車乗ったまま行っていいのかは分からん。よくあれ歩道橋とかで、あの横のこうね、自転車で行ける坂で、基本歩道橋はあそこ降りて通行してくださいって言われてるからさ、この別所坂の一番上のその 36% のところも乗ったまま行っていいんかは不明です。もうとりあえずもう死の子の言わず登ります。いきなり、じゃあ行こう。行きます。まあ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 、ここはそうなの、普通なのね。ここだいたい今ほんまに 7% とかかな。あ、結構。あ、ちょっとここで、あの、勾配がきつくなってきました。だいたいね、ここで 10% ぐらいだと思う、多分。さあ、この先行き止まりって感じるもん。うわ、もうここで今、12、3% やと思う。うわ、いいね、出ました、この激坂の印、丸いこのドーナツ。あ、すごいわ、確かに。あ、え、これ23本超えてない？え、超えてる気がする。超えてないか。23本超えてたくらいか、今のところ結構良かった。ここで23%ぐらいと思う、今多分。あ、ほんで出ました、階段。これが一回でちょっと止まります。ここはさ、クエスチョン1、乗ったまま行っていいの？見た感じね、書いてないの、乗ったまま行かないでくださいとは。なんでかって言ったら、多分俺も理由わかるけど、乗ったまま行ける自転車でおるわけないから。それはそう。今回はですね、多くの方に見ていただいている自転車チャンネルということで、ここはちゃんと降りて通ります。すいません。まあ、あのこういうね、こういう小さなところでね、実はお前そこ自転車乗ったらあかんのにって言われたらもう困るから俺は。はい、ということで、ここが別所坂、登頂成功よ。ここ含めたらもう絶対1位だと思うわ。確かにここはね、ちょっとね、わからないし、まあまあ、あの前から自転車の人来てたらね、迷惑やから俺も。そうやな。ここはまあ乗らないと思います。まあ、ということで、まあ総評としては、まあ第5位タイと言ってますが、鉄砲坂よりはもう上です。第5位へとしたら鉄砲坂が、この別所坂が 4.8。ギリこっちが勝てる。こっちの方がね、上です。正直最大斜度 23% じゃなかったと思うけどな。多分違うよな、あれは。もう一回行こうかな。あ、やばい、降りる時もちゃんと。おう、
せいぜい待って待って、今あのピザハットの宅配の原付側のこの36番の坂をもったもん行ってました。せいぜい待って、えぐかったな今の。いいんかな、いいんかな。え、でここはまずさ原付はいいの。確かに確かに。じゃあいつがさ、あの法律を犯してる可能性がありえる、ありえる、ありえる。やめとこな、まあ、ピザハットが行ったからといって俺が行っていいわけじゃないから。そうやな、掟破りの地元橋で。いや、その可能性が高い。わからん、俺も多分ね。一回行くわ。あの問題はね、疑惑があったのよ。ここ最大 23% じゃない説があると。ここが 23% やと思う、多分。はい、ここに今下ってるところが、ここよな、ここ、このカーブえぐいよな。ここ26ぐらいない、このうち、このうち。ここさ、ここさ、ちょっとここ27もあるくらい。えぐい、あれこれ第5位じゃない説ができるぞ。まあ、ということでね、疑惑の残る別所坂でございました。で、次がですね、第4位、のどき坂に参りたいと思います。さあ見えてまいりました。これはちょっと見た目のインパクトがものすごいよ、ま、マジで。あのインパクト市場では1位よ、多分。ほんまにただの壁やな、マジで。遠目から見たらマジで壁、あのロッククライミングで登るタイプの壁みたいな感じ。すごいよこれ。マジで遠目から見たらマジで壁、すごいよこれ。みんな早速参ります。いや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 、これ見た目のインパクトがエグいわ、何より。あ、すごっ、あ、すごっ、すごいわ。あのほんまに坂の頂上に今空しか見えてないもん。わかります。まあでも、まあ、でもよ、今これ 23% ぐらい、多分あの最大のところなんやけど、登れてるよね全然。この距離やから。いや、すごいね、見た目がエグいわ。映えスポットかもしれへん、これは。登頂成功でございました。わかります、この地面の先が見えてない感じ、これよ。ただちょっと多分あの皆さん誤解してると思うけど、俺がなんか 軽々しく登ってしまったせいで登れてるよね全然。すごさ伝わってないと思うんですけど、これ来たら、来たらめちゃくちゃすごいわこれ。すごいすごい、映えスポットかもしれへんこれは。激坂スポットじゃなくこれもね、これほんま正直ごめんなさい、距離がカスです、距離がカスです。150m ぐらいしかないのよ。だからあの正直ね、登るだけで何のしんどさもない。ああすごい坂ねーみたいな、でもこれ以上の坂も日本にはあるしなーみたいな感じで、正直ね、ごめんなさい、ほっとごめんなさい、カスですこれも。ごめんなさい、すいません、すいません。ただほんまにあのロードバイク初心者の方とかね、ママチャリで行ってみたらもう多分登れないと思います。ただあのほんまにレースバリバリ出てますっていう人が来たら、一瞬で終わってしまうただのきつい坂っていう感じなんで、まあ、次ね、第3位のこれ以上にすごい富士見坂っていうところあるらしいんで、ちょっとそこにね、もう早速ですけど行きたいと思います。
あ一応2回登りましたけどね、下ってる時にもうブレーキがえぐい音してた。キキキキキキキってた。あの次のね、富士見坂行ってもらいます。はい、ということでね、さっきの覗き坂から約350m、この地域は激坂しかないんかという感じなんですけど、来ましたよ。ここもね、もう見た目はね、もうね、なんつったんやろな、エスカレーター、あーぽいぽいぽい、うん、もうさっきの覗き坂と一緒やね、見た目は完全に壁、マジで。ここね、最大 25% らしいからね。まあ、まあそうよね、そのきついよ、めちゃくちゃ坂はね。まあでもロードバイクで行かれへんかってやったらいけるよね。やばい、車来た、車か、しかも行くしかないこのまま車から逃げる。いやでも、いやすごい、ここや、多分最大斜度はものすごいよ、このえい、うん、えい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 、うん、あ、まあ、若干車やられてたけどね。とりあえず登頂しました。感想としてはね、のぞき坂の方が上長いから、のぞき坂の方が坂のシャドウもやけど、やっぱ距離あと登りやすい、ここアスファルトやから、ね、あー確かにな。のぞき坂はなんかあの暗がり峠と一緒で、あのスーパーのね横のあの坂と一緒なの、一緒なの、丸々のあれが登りにくいよ。ランキングで言ったらほんまにのぞき坂より下です、これ。ちょっとね、ほんとすいません、カスです、これは。カスでした、距離がカスです、カスです、これは。多いし、サイクリストからしたら別にわざわざ来るべき坂ではないです。もっと田舎のわけわからん激坂登ってる方がここやったらいいかもしれん。ただまあ都内で手軽に一発心拍上げたいっていう時には、一発心拍上げたいっていう時にはここおすすめなのかもしれない。まあ、ただここでもがくような交通量ではないから、練習という観点で見たらもうあんま良くない坂ね、ここは。文句だけ言ってとか、ただの坂に。まあ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 って感じですね。名前の坂が東京第2位、最大斜度 27% を誇るですね、激坂らしいって今向かってます。まあ、ただね、まあ、俺普段大阪に住んでるんですけど、大阪と比べると東京都内は坂が多いよね、普通に。多いな。なんかこういう今は緩やかな坂登ってるけど、大阪市内って坂がほとんどないから、なんかその点ちょっとサイクリストに手強いよね。手強い。まあ今これなんか明治通りっていうんですかね、まあ、あんま土地勘ないんでもう偉そうなこと何も言えないんですけど、東京はもうほとんど走ったことないです僕。思い出にあるのは、あの大学生の時に走ったの明治神宮外苑クリテリウム、まあ大学生のねすごい奴らが集まるレースがある、それに出たぐらいしか思い出はないですね、東京での レースの思い出は。あんまりやっぱ大都会やからね、レースもね少ないんですよね、東京は。27% と言われている受賞寺というお寺の裏の坂がもうすぐあるはずです。今日私すごいね、そうやな、田舎もんやから車が多いし、何よりやっぱ道が複雑で分かりにくいね。結構何回か迷ったね。ああ、これや、ここや。
ってこの先階段のため車両の通り抜けできませんって書いてある。見た目はねそんなヤバいさこの先あるってなるけどね。せやな、こっから見るとそんなとりあえずもう行くしかない。一緒じゃせやなこれが第何位の坂やっけ。2位行きます。全然先がね、わからないよ。あ、ちょっと待って、なんかすげえの、なんかコンクリートのなんかやばいの出てきたぞ、なんかこのモナ王みたいなやつモナ王ちょっとやばい香りします、これ。でもまあここが今、まあ、12-13% とかかな。お、これ右か。あれいや、これすごいよ、 20% ぐらいいってるよ、多分これはね。階段あるな。え、終わりました。多分やけど、俺 27% やと思うとこ行っていいじゃん。うん、ここや、ここ、ここ。あー、確かに確かに、この一瞬か。最大車道 27% これ、うん、まあでももうね距離短いからさ。せやな、お終わっちゃうな足がなくなる前に。ね、第2位の受賞時裏の坂、カスでした。すいません、ほんとすいません。地域がカスって言ってわけじゃないからね。せやな、サイクリスト的に行きたいかどうかっていう観点で見たときにカスってっていうこと短かったね。せやな、一瞬で終わったな。この先が見えないワクワクはすごいあったよ。うん、ただやっぱこのすごい放送されてるプレゼント当てたらお前DS のソフトかよDS 誰も持ってないやんけみたい な感じでした。ここは例え方が独特すぎるんよ。いやなんかね、逆激坂詐欺されたわ。なんか大体ね、そんなことないからって言って行って激坂すぎて、あ、なんでやねんっていうね、坂詐欺みたいなのがあるんですけど、これね、これすごいからここの坂って言われて来たら全然やなってなったっていう、このなんか逆パターンでしたねまあでもここが第1位じゃなくてよかったです。確かに確かに。次がですね、もういよいよ第1位、もう名前も本当にすごいです。最大斜度 29% の幻坂です。幻坂、もう漢字の通り幻坂っていうところが本当にこの受賞時の近くにあるらしいんで、そこもね最後、まあ、行って、まあ、そこはねさすがに第1位と言われてるんで、幻坂に関してはどこの文献というかね、せやな、サイトを見ても大体1位だったんでね、とりあえずもうそこに最後行って東京をね肌で感じたいと思います。では行ってまいります。はい、ということで、受賞時裏の坂が終わり、第1幻坂に向かっております。幻坂に関してはもう名前がかっこいいシンプル、まあ、大阪の中見てますけどね、暗がり峠のところね、なんか名前かっこいい。確かに大事や、うん、ほんまに近いはずないかね。ここかな、ここかな、ちょっとすごいなんか登りは始まってるよ。ここからは行く、とりあえず。あのさっきより間違ってましたでも多分ここのはず、多分この先車両通り抜けてきますって。あ、ここかな。あ、でもえぐい、確かにここかもしれない。なぜかって言ったらもうこのドーナツ柄だからもうおなじみや、もう今回に関してはいやでもちょっと雰囲気あるね、ここは。せやな、うん、ほんまに雰囲気は右手が今からありますよって、でも先は見せませんよっていうか、なんかこの左コーナー見えへんもんな先が、うん、ここが1位の幻坂の始まりのはずということで、もう早速なんですけど登ります。おっしゃ、ほな行きます。
でもすごい近くマジで。あれもしかしてさすがにだよな、あれは。あ、これちょっと先、ちょっと先移して、これ。ここで終わり。ええ、え、その行った先右あるとかではない？ちょっと分からへん。行ってみるしかない。え、でもここエグいけどな、結構。ここもエグいよ、ほんま。20スーパーあると思うけど。続いてる。ちょっとね、これやばいかもしれない。これやばいかもしれない。これやばいかも。この速度で逆に無理かも。あ、やばい、マジでやばい。ほんまにやばい。やばい。これちょっとほんまにすごいよ。はい。危ねえ。幻坂が登場しました。びっくりした。ラストエグかったな。ちょっと舐めてたわ、ごめんなさい。なんかもう耳がかすやったからさ。なんかもうどうせでしょって、ちょっと諦めかけてたんや。都内1位ってどうせでしょと思ったけど、右カーブ曲がった時、あ、続いてる。ちょっとね、これやばいかもしれない。びっくりしたね。映像でこれ伝わってんかな。どうやろ、どの坂も全部同じように見えてるから。いや、やっぱりここ1位やわ。マジか、すげえ。いや、ジモティすごいな。やばいな。普段にとは言えよ、高いのあのあれが行くことで俺がなんか雑魚みたいになる。確かに。いや、あん中の食べ物どうなってるのか見てみたいけど。ここやっぱすごいな。総評。はい、ということで、朝が選ぶ東京の坂、まあ、6つ行きましたけどね。トップ5と言いながらで、ランキング勝手につけさせていただきます。第6位、ここさ、ちょっとやばい香りしない？あ、やばい、マジでやばい、ほんまに。第6位、受賞寺裏の坂です。あれはね、ちょっとね、侵害やったね。あ、ちょっとやばい香りします、これ。あれ、え、終わりました。侵害やったね。第2位聞いてての、あれは第6位です。もう距離も短いし。で、第5位がですね、鉄砲坂。はい、鉄砲坂、はい。あ、でもね、距離短いし。まあ、シャドウはまあだけど、距離短いなっていう感じでしたね。で、第4位、富士見坂です。えい、富士見坂です。ちょっと忘れかけてる。名前がむずいの、馴染みないから。で、第3位がですね、のぞき坂です。あれはもうあの映えスポットです。だから、でもあれに関してはもうね、写真撮るためだけに行ってもいいかもしれない。映えスポットとして行くならあれです。で、第2位がですね、あの伝説の別所坂でございます。ここさ、ここ27もあるくらい。えぐい。あの、あそこに関しては当初の下馬評では5位タイでした。最下位タイ争いやったんですけど、実際行くとね、あれ、ここ 27% じゃねみたいな激坂があるプラスですね、もし登ってもいいなら自転車でね、で1位のあの 36% の坂が最後にあります。ちなみに、あの、ハットの人は行ってました。すげーすげー、待って、俺は行ってないですからね。で、第1位がですね、アホルシュ坂でございます。もうあそこはもうね、文句なし。続いてる。あ、やばい、マジでやばい、ほんまにやばい。やばい。ダントツやな、文句なし。やっぱりちゃんときつかったね。初めてちょっと、お、
ちょっとこの感じ来られたらちょっと怖いなって。カスタカ言ってすいませんでしたってちょっとなったね。最初のこの直線左曲がって5位ちょうどよ、マジで。あれあれこれで終わり。あれいやもうなったなった。カス説で流れてんぞの時で右見た時のってなるやつね。あ続いてる続いてる。これやばいかもね。これやばいかもね。階段をただなだらかにしただけでした。幻坂は。だから、もしですね、東京に来られた方、もしくは東京都内にお住まいのサイクリストの方から、幻坂はですね、本当に行く価値ありますね。練習として行くというよりはね、アトラクションとして行くみたいな感じ。はい。っていう感じで一回行くとね、おもろいと思います。ということで、東京都内の激坂、まさ調べでございますが、幻坂がやはり1位ということで、ございました。引き続きですね、僕もですね、まあ、大阪に住んでるんで普段は、まあ、大阪にはもっとエグい坂ありますんでいくらでもいくらでも東京も多分今日は23くらいでいけるトップ5っていうことだったんですけど、トップ5っていうかトップ6ね。ややこしく多分23区外出ればエグい坂ね、もっとあるんやと思うんですけど、東京都内だけで見たらやっぱ幻坂以外は別にいかんでもいいかなと。ということでぜひですね、チャンネル登録したい方はしていただいて、雑応援 したい方はしていただいて、ですね、うちの県にはもっとエグい坂あるぞと、そんななんか坂でな偉そうなこと言ってちゃうぞという方いらっしゃら、ぜひコメント欄に書いていただければ、まさかそこに飛んでいきますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。